さあやりましょう。皆さんいかがでしょうか。気になったニュース何かありました。おや、何もないですか。中国、あ、中国の何、あーなるほどね、中国の、まあ、情報統制といいますかありますよね、はい、中国は一番初めにね、お医者、あるお医者さんが未知の菌が出てきたぞ、やばいぞと警告したんですね。その方亡くなったんですけど、そうそう、中国当局は何を言ったかっていうと、いらんこと言うなお前っていうね、お前嘘ついてる、いらんこと言うじゃないって言って、要は中国からそんなものが出たと世界に知れ渡ったら大変なことになるということで圧力をかけた。いまだにそれが続いていると、はい、まあそういったこともどうもあるようですね。本当ね、じゃあ私はちょっと明るい話題を提供いたしましょう。今朝の新聞に載っていました、この人皆さん知ってますかね。世界で最もパワフルな女性と書いてあるんですね。初めて見ましたか。知りませんか。バイデンさんは知ってますよね。次期大統領ですね。この人次期副大統領です。カマラ・ハリスという女の人ですね。この人まだ40代じゃなかったかな、50代かな、比較的若い人なんですよ。で、なんで私この人紹介するかっていうと、今副大統領って言ったじゃないですか。アメリカの大統領って8年務められるんですね。まず4年です。だからバイデンさんがとあのちゃんと正式になると4年務められるんですよ。で、アメリカって2期、1期4年で、それ2回繰り返すので、まず4年務めます。今バイデンさん78なので、4年務めたら82ですね。で、もう1回当選すればあと4年できるので、86、無理でしょ。そう、あとね、そうなるともうバイデンさんって年だからできないよねということになった場合、もう私やれませんって言うと副大統領が昇格するんですよ。そうなるとアメリカ史上初の女性で、しかも黒人で、この人アジア系の人なんですけど、その人が大統領になると。アメリカ史上初の女性大統領が生まれるかもしれないということなんですね。で、この人実はね、ものすごく仕事ができる人で、しかも人懐っこくってね、フレンドリーなんです、ものすごく。誰に対しても、そしていつも明るい笑顔なんですね。そして話す内容も面白くて、ハキハキ喋る。アメリカの、まあ、アメリカの国内ではものすごく人気のある女性なんですね。魅力的な女性、はい、そういうふうな、それがこの、あのハリスさんだということですね。この人は皆さん知っておくといいですよ。いずれ大統領になるのかもしれない。そんな話を聞くと私ちょっとワクワクするんですよ。世の中が大きく変わるぞ。そうなると今よりもっといい、あの世の中になるんじゃないのかな。そんなことを思うと私はワクワクしてまいります。さて、授業に入っていきましょう。さあ、授業こちらですね。今日はですね、皆さん鑑賞していただきます。学習カード見ながらお話を聞いていただきたいですね。いきます。まずは皆さん、ここまで私話を してここまでやってもらいます。やりましたら私後半またこっち喋りますので、まずこちら行きましょう。今日はあなたの作品がですね、人からどう見えるかっていうのを知ってですね、自分の作品をパワーアップするっていうのが今日の課題なんですね。パワーアップはこっちです。まずは他者からどう見えるかっていうのを知るっていうのがこっち側なんですよ。何するかっていうと、グループの机になりまして、ちょっと話してくださいね、なりまして鑑賞します。そしてグループで誰かの作品をみんなに見えるようにきちっと見せてください。その上で班員たちはその作品をこの6つの視点で評価してください。あ、5つですか。あなたの作品って中心きちっと取れてるね、いいじゃないとかね、そうやって評価をしてください。で、
ただ作品とテーマを見比べてこれを評価してほしいんですね。例えばこういうことが考えられるじゃないですか。私は、かわいい作品にしたいんだって言ってるとしましょうよ。その時にいやあなた、曲線使ってるからダメじゃないっていうのは的外れじゃないですか。だから必ずテーマに基づいてこれらを評価してほしいということです。だから必ずここのテーマが大事なんですね。とにかくこの5つの視点で鑑賞をしていただきたい。なんでかっていうと、これ後でまあしっかり話するんですけど、私の作品をパワーアップするときに後で皆さんここを直すともっと良くなるっていうことを書いてもらいます。書く場所は作品の右側に四角がありますね。そこなんですよ。そこに私の作品は1から6の何番を直すと良くなるんだよっていうのを書いてもらうんです。ですから鑑賞ではここの5つの視点を6、5を大事にしてくださいと言ったわけですね。では皆さん早速まずここまでやってみますので、グループの机にして始めてください。どうぞ。はい、じゃあちょっと聞いてくださいね。ちょっとまだやってるところもあるんですけど、まあ、そこはやってもらっても全然いいです。終わってるところがあるから後半戦だけ説明しますね。後半戦は自分の作品をパワーアップしていくんですけど、要はですね、あなたの作品の右側の四角にこれを書いてほしいんですよ。ここを直すともっと良くなるよっていうポイントですね。でこれは私2通りあると思います。1つ目のポイントはさっきの1から5の視点ですよね。友達が見て私のテーマと作品を見比べた時に何番がダメだと言われたので私は何番直したいですって書くのが1つ目の方法。もう1個、テーマそのものがダメっていう場合もあるんですよ。なんか私の意図しないことを言われた、そんなつもりじゃないのになんかそういう意見言われたという場合はあなたテーマが悪いかもわからない。例えばテーマにシンプルとしか書いてなければ評価できないですよ。例えばシンプルに見せるのに曲線がいいですか直線がいいですかって言われても判断できんくないですか。いやそんなこと言われてもっていう。だからテーマをもう一遍考えなきゃいけない子が出てくるかもしれないですよ。ですからそこの資格は大きく2つです。1から5のどれがダメだったのか、だからここを直すともっと良くなるよということを書く、あるいはテーマをもう一遍作り直す、このどちらかだと思います。それができましたら本制作に入ります。本制作来週しっかり話しますが、ざっくりとモチーフ、つまり今回名前じゃなくても何を使っても結構です。そういうことです。次、絵の具で最終的には塗ります。3つ目、1から5ですねの視点を大切にやっぱり今回も作ってください。そしてもし今回色使いますので、使いたいという人は色鉛筆があるのでアイデアスケッチの時にこれ使ってもらうのは自由です。では鑑賞が終わりましたらここですよね。まだだという人は引き続きやってください。じゃあどうぞ。さあ今回とりあえず私は白黒でやらせました。今度は絵の具を使う、色を使うことになるんですね。それでも白黒でやりたいって言うんだったら別にそれでもいいんですけど、で、本番をやる上で今回の白黒が練習になる、勉強になると思ったから一応私やらせました。でも今あの皆さんの今考えているアイデアスケッチ見ているとどうしてもね、名前にこだわりすぎている人も結構いるんです。次回は私実際のツイッターとかのアカウントを見せます。でもほとんど私フォローしてないので、皆さん家でやってるんだったら自分で見てくるといいですよ。一体どんなデザインを使っているのか、それを見てくるといいと思います。私言いたいのは今度モチーフは自由なんですよ。名前を使うか使わないかもそれは自由ね。どんな絵を使うかっていうのも全て自由というふうにしますので、
来週またちょっとね皆さん考えていきたいなと。そのためにはちょっと家でできる人はリサーチしてくるといいんじゃないかなと、そういう話でした。さてそれでは授業これで終わりますので、学習カード表向いてね、向けてね提出して帰ってください。終わりましょう。